今回は動画にグリッチエフェクトを追加する2つのテクニックを紹介します。1つはフィモーラを使った初心者にも簡単にワンクリックでできるテクニックで、もう1つはAdobe Premiere Pro を使ってより詳細な設定ができる上級テクニックなんだ。まだフィモーラのダウンロードが済んでいない場合は、右上のボタンをクリック、または概要欄のリンクからフィモーラをダウンロードしよう。質問がある場合はぜひコメント欄にコメントしてね。フィモーラダウンロードは済んだかな。よし、あと5秒待ってみよう。それでは早速始めよう。難易度低。フィモーラを開いたら、早速編集したい動画クリップをインポートしよう。すべての動画をメディアライブラリーにインポートしたら、タイムラインにドラッグ&ドロップしてね。グリッチエフェクトを使うには、まずこのフィルタータブを開いて、画面左に表示されるサブグループからディストーションクリックして、クロマティックアベレーションを選択しよう。それからタイムライン上のフィルターにドラッグ&ドロップ。今回は2つの動画の間のトランジションにグリッジエフェクトを使うテクニックを紹介するね。最初のグリップの最後、次のクリップの最初の部分にクロマティックアベレーションを適用しよう。巻き戻してみると RGB グリッジエフェクトがかかっていることが確認できるね。もう一つ、グリッジエフェクトをより効果的に見せられるのが、オーバーレイライブラリーに搭載されているテレビスタティックグループのグッチピクセルズなんだ。これをフィルターにドラッグ&ドロップして、クロマティックアベレーションの長さに合わせて引き伸ばそう。さらに動画編集に使えるのがグリッチサウンド。このサウンドはfreesound.org からダウンロードしたんだ。ここまでがフィモーラで使えるグリッチエフェクトテクニック。簡単だったでしょ。次にちょっと上級だけど自由に設定ができる Adobe Premiere Pro を使ったテクニックを紹介するよ。難易度高。 Adobe Premiere Pro を開いて、タイムライン上に2つのクリップを用意。まず最初にこの2つのクリップをコピーするんだけど、一番簡単な方法は Windows で Alt ボタン、 Mac はオプションを押してクリップをドラッグしよう。これを2回繰り返して3つのクリップを作成。次にこの3つのクリップにカラーバランスエフェクトをかけよう。エフェクトパネルをクリックして、検索のところで RGB とタイプして検索。カラーバランスエフェクトをクリップにそれぞれ適用。クリップをブルー、グリーン、レッド、それぞれのカラーバランスを0から100の間に調整しよう。例えば赤の場合はレッドを100、その他を0に設定。他も同じように設定しよう。設定が完了したら、熱気球のクリップをクリックしてエフェクトをコピーしよう。 Windows の Ctrl+C、 または Mac の Cmd+C を押してエフェクトをコピー。エフェクトをかけたいクリップをクリックして Ctrl+V、 または Cmd+V を押そう。次に動画がよりオリジナルに見えるようクリップをブレンドしてみよう。まずトラックレイヤーの一番上をクリックして、エフェクトコントロールパネルから不透明度タブを開こう。そしてブレンドモードからスクリーンを選択。これを他のクリップにも繰り返して適用すると、クリップがオリジナルの色に戻るんだ。次にキーフレームを設定して、スクリーン上でクリップを動かそう。最初のクリップを選択して、モーションタブを開いて、ポジションの隣にあるストップウォッチをクリック。右矢印を動かしながら、一つずつランダムにクライムライン上を移動させよう。最初のクリップにキーフレームを追加したら、次のクリップも同様に操作。この熱気球のクリップにも同じ操作をかけてみよう。最初から見てみると、最初のビルのから次の熱気球のクリップまで RGB グリッチエフェクトがかかっていることが確認できるね。最後に追加したいのがウェーブワープエフェクト。まず新しいアジャストメントレイヤーを作って、クリップの頭の部分に挿入。これを引き伸ばしてグリッジエフェクトの長さに合わせて調節。次にエフェクトタブからウェーブワープエフェクトを探して、
アジャストメントレイヤー上にドラッグ&ドロップしよう。ウェーブフォームはウェーブタイプをノイズに変更し、よりピクセル感を出そう。次にピンを全画面に変更、そしてウェーブの幅も調整しよう。いろいろ変更して自分で設定もできるけど、1500くらいがおすすめだね。今回はこれ以上の変更はしないけど、ウェーブの高さや向きも調節できるから、いろいろ試してみてね。以上、フィモーラとアドビプレミアプロでグリッチエフェクトを追加する方法でした。それでは早速作ったグリッチエフェクト動画を見てみよう。これがフィモーラ、次がアドビプレミア。参考になったかな？チャンネル登録も忘れないでね。